はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回なんですが、皆さんにご紹介したい最強モンスターがいましてね、ご存知でしょうか。レインボーネオスという最強モンスターね。これまあネオス融合体っていくつかいまして、エレメンタルヒーローネオスを融合体とするモンスターっていっぱいいるんですよ。まあその中でも多分ね一番強いやつ、これエレメンタルヒーローネオスプラス究極宝玉神モンスターっていうね、まあ、ヨハンの力と、まあ、ガッチャの力を合体させた最強のモンスターでございましてですね、まあ、効果死ぬほど強いんですね、このモンスター。これはまあ上記カードを融合祭として融合習慣での特殊ができるということで、一旦に一度、以下の効果から一つを選択して発動することができる。自分のフィールドのモンスター一体を墓地へ送って、相手のフィールドのモンスターをすべて、デッキにバウンスする。強すぎますね、これ。で自分のフィールドの魔法トラップカードを1枚墓地送って、相手フィールドの、マジックトラップカードをすべて文字のデッキに戻す。これも強い。デッキバウンスっていうのは強いんですよね。で、デッキの一枚のカードを墓地送って、相手の墓地のカードをすべてデッキに戻すということで、もうね、このね、全効果強いんですよ。これを今回は使っていく、活躍させていく、そういうデッキになってます。で、レインボーネオスって何が強いかっていうと、なんとね、1枚で出るんですよね。あの、レインボーネオスはネオスフュージョンっていうカード1枚から展開することが可能でございまして、あのネオスフュージョンっていうのはエレメンタルのネオスを融合サイトするモンスターをなんかそのデッキ融合できるっていうカードなんで、これでネオスと究極宝玉神を墓地送ればもう簡単にこのカードで出してこれるお手軽最強モンスターとなっております。でこのモンスターを活躍させるべく組んできたんですが、一応まあネオスでございますんで、このモンスターね、なのでまあ重大っぽさをちょっと一応出したいなと思って、まあネオスペーシアンとか、それからまあエレメンタルヒーローをたくさん入れまして、まあちょっとなんか令和のガッチャデッキみたいな感じで、組んできました。はい。一応ですね、まあ、ランク前用にはなってるんですけども、まあ、ちょっとね、いろんな、カードが、ランク前用となってますんで、一応いろんな、なんかよくわからんカードが、ネオスペーシアン増殖する字であるとか、まあ、近所で一滴であるとか、まあ、こういったカードが入ってますが、ここはご了承ください。勝つためには致し方なし。で、展開としては、エクストラモンスターを、出して戦っていくカードに、カードじゃない、デッキになってまして、まあ、レインボーネオス以外にもね、出せる強いエレメンタルヒーローモンスターいっぱいいて、先行用の、例えば、アクアネオス、ハンデス効果はもうちょっとね、アクアネオスであるとか、あと、モンスターをバウンスできるグラネオスであるとか、それから、まあ、モンスターを全部突破できる、アブソルトゼロであるとか、まあ、サンライザーであるとか、まあ、こういったモンスターたちを使って、まあ、ヒーロー、まあ、基本的にはエレメンタルヒーローと、まあ、ネオス融合体で戦っていくっていう、まあ、そんな感じのデッキになってます。結構楽しいんでおすすめ。うん。なんか今度さ、ランクマン、みたいな、ランクの変動を伴わない、まあ、そういうデュエルが、実装されるらしいんで、まあ、そういうね、時になんかおすすめのデッキになってるんじゃないかと思うんで、早速ね、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。よし、ネオスペーシアン増殖する G がいる。これはいけるぞ。令和のガッチャはな、パワーカードを少し積んでいるからな。エマージェンシーコール。何、様もガッチャというのか。やるじゃないか、いいだろう。あ、出た、エアマン。やばい、ガッチャ VS ガッチャの対決が見れるぜ。まあ、割と俺のハンド強いですけどね。ちなみにこのネオスペーシアン増殖する G が通れば全然、お、違う、ガッチャではない。まさかあいつはヘドフェニックス。やつはヘドフェニックスだった。なるほど、そのカードはなかなか強いですね。まあちょっと残念ながらそのカードを突破する手段は、僕のデッキにはなかなかないので、でも上から叩けるか、ネオスフュージョンで。レインボーネオスで上から叩けばいいわ。さあ、そして、エアーマンの効果を発動する。それはいいだろう。エアーマンの効果、俺はそのカードの強さを知っているぜ。なんでかって自分で使ってるからな。ちなみにヒーローアライブで出してくるつもりだぜ、俺も、エアーマンを。ちょ、ネオスペーシアン2枚も来てるのいらないけどな、今。あ、3枚か。増殖する字を含めれば。何？ビジョンヒーローか。それは漫画版でエドが使っていたカード。何？とりあえずネオスペーシアン増殖する G の効果を発動。このカードの効果により、相手が特殊召喚に成功するたびにカードを1枚ドローできる。最強。ネオスペーシアン扱いにして強引に増殖する G 使ってるのやばくないですか。まあ、これがね、令和のガッチャといったところ。ああ、インクリースからの、まあ多分これバイオンが出てきますね。エドフェニックスお得意のインチキ効果によって、バイオンを特殊召喚され、あ、行ってきた、強い。これはブルーディーの回答にもなる。これで、バイオンの効果により何らかのヒーローモンスターを送っていく。まあ多分これシャドウミストっていう最強のモンスターですね。はい、あ、違った、ディアボリック外。何、
ディアブリックかい。まあ、とりあえず、バイオンの効果を発動。バイオンの効果によって、ファリスをゲームから除外して融合を手札に加えていく。なるほど。そして展開どこまで行ってくれるんだろうな。なんかフル展開してくれるのかな。まあ、言うて一滴あるんで、まあ、いくらでも展開してどうぞって感じなんですけどね。まあ、禁じられた人質くっていうスーパーパワーカードを入れて、こういうね先行展開も完全に制圧できるように、制圧が突破できるようにしてます。フュージョンデスティニー強え。やべえ強え。普通にブルーディーデストロイはさすがに強え。結構なるほどな。まあまあ全然大丈夫です。全く問題ありません。全くと言っていいほど問題はない。なんでかっていうと禁じられた人質があるから。メインギミックでは突破できないけど、令和のパワーカードを使えば、これ運営からもらったんですよ。はい、運営が配ってました。さあ、こっからまずは、まあ、こんな盤面いとも簡単に突破していきますよ。ヒーローライフ、ヒーローライフ効果発動。はい、半分ライフを払って、ヒーローを特殊化する効果に転身。禁じられた人質とかいう謎の水をぶっかけて相手のフィールドのモンスターの効果を完全に無効にしていく。とりあえずこのキモイルカはいらねえわ。キモイルカと、あ、違う、アライブを墓地に送って、まずちょっと一回ブルーディー君黙ってくれる。はい、ありがとう。でデストレフェリックスガイも黙ってくれる。はい、ありがとう。でデッキから特殊召喚するのは、エアーマンでいいですかね。さあ、これでヒーローライブの効果によってエアーマンを特殊召喚していく。さあ、エアーマンを使うのはお前だけじゃないんだぜ。さあ、エアーマンの効果を発動。エアーマンの効果によりヒーローモンスター一体を手札に加えることができる。おっと、何かありますね。デストロフェニックス解散ですか。なるほどですね。まあ、それは無効にやってるからあんまり意味がないですね。ディフォースはね、なんか本当はね、デスティニーヒーローブルーディーがいるとめっちゃ強い効果いくつかあるんですけども、まあ、今そんなに関係ないですね。でソリッドマンを手札に加えていくぜ。そしてだな、増援を発動。増援の効果により、戦術モンスター一体を手札に加えることができる。まあ、もちろん俺の新しい仲間を手札に加えていくぜ。でストレッチマンを召喚。ストレッチマンの効果発動。ストレッチマンの効果は召喚に成功した場合、デッキから、ネオスまたはネオスペーシアンを特殊召喚できる。現れろ、エロメンタルヒーロー誰とでもネオス。さらに、ネオスペーシアン、ネオスペースコネクターの効果発動。ネオスペースコネクターは自身をリリースすると墓地に存在するキモイルカの魂をフィールドに呼び下ろすことができる。そしてキモイルカの効果を発動。キモイルカの効果により手札を1枚墓地のクリー、相手の、手札を1枚見てガン見して、その中から、モンスターを1枚破壊することができる。あ、シャドウミスト。ちょっと破壊したくねえ、破壊したくねえ。待ってくれ、これ融合を選べないのか。うわー、破壊したくねえ、これ破壊したくない。裏目引いたー。これによって、シャドウミストの効果発動する回転。嫌だな。嫌だな。嫌だな。さあ、インクリースの効果も発動する。インクリースの効果によって、あ、でもこれであれか、変身できるのか、インクリースで。ビジョンヒーローになんか出てくるな。めんどくせえな。で、オネスティネオス。まあ、でしょうね。オネスティネオス、まあ、俺も持ってるんですけどね。ちなみに。で、アクアネオス出していく。さあ、エレメンタルヒーローと、キモイルカで融合召喚、コンタクト融合、現れよ、エレメンタルヒーロー、アクアネオス。ちなみに、このキモイルカも、なんかハンデス効果を持ってるぜ。さあ、アクアネオスの効果発動。アクアネオスの効果により、カードを1枚捨てさせることができる。よし、よし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 、オネスティを破壊。そして、手札より、融合発動。融合の効果により、属性が異なるヒーローモンスター2体を使い、最強のヒーローモンスター、これは令和版ガッチャがなんか使いこなしていると言われているエレメンタルヒーローサンライザーとかいうぶっ壊れモンスターを融合召喚していくぜ。これが令和のパワー。エアーマンとソリッドマンで融合召喚。ネオスペースコネクターにヒーローってつけてもらってもいいんですけどね。普通にエレメンタルヒーローネオスペースコネクターとかにしてくれれば、ソリッドマンから展開してまたソリッドマンの効果でね、展開伸びますけども、まあいいや、いくらでも展開伸ばすことができる。そしてミラクルフュージョンの効果発動。ミラクルフュージョンの効果によりエレメンタルヒーローストリットマンとエレメンタルヒーローエアーマンの魂をゲームから除外し、現れよ、エレメンタルヒーローグレートトルネード。
グレートトレジェの効果によって相手のフィールドのモンスターの攻撃力は半減するぜ。まあ戻すから関係ないけどな。ネオスフュージョンを発動。ネオスフュージョンの効果により俺はレインボーネオスとエレメンタルヒーローネオスの魂を持ちのくり現れろ、レインボーネオス。さあこれがヨハンと俺の力を合体させた最強の力だぜ。そして自分のフィールド上のモンスター1枚を墓地に送ることによって相手のフィールドの全てのモンスターを全てのモンスターをデッキに戻すことができる。うおー最強ー。そしてフェイバリットヒーローを、サンライザーに装備。そしてフェイバリットヒーローをグレートトルネードに装備。そしてバトルフェーズに移行するぜ。バトルフェーズ開始。フェイバリットヒーローの効果発動。フェイバリットヒーローはデッキからフィールド魔法を設置することができる。うわー最強ー、見よこの最強盤面、この打点この打点頭おかしいだろ。うわーデーレインボーネオスでダイレクトアタック、最強だった。レイバのエドフェニックスを持ってしてもレイバのガチには勝てないところだな。あーまあまあまあ悪くないですね、悪くはない。リーマドの守護者とかいう最強のモンスター来てる最強のヒーロー、リーマドの守護者とかいう最強のヒーロー、ネオスフュージョンをスタージできる最強のヒーロー、リーマドの守護者を召喚。エレメンタルヒーロー、リーマドの守護者の効果を発動。エレメンタルヒーロー、リーマドの守護者はシャドウミストを墓地のクリック、強えなこれ。シャドウミストを墓地のクリ、融合またはフュージョンの名前が記されているカードを1枚を手札に加えることができるぜ。これによってネオスフュージョンを手札に加えさせてもらう。そしてエレメンタルヒーロー、シャドウミストの効果を発動。シャドウミストの効果によってどうしようこれ、エアマンかな、オネスでいっか。でこれでネオスフュージョンをぶち込んでいこう。まあ、そんなにねこの時先行やることないんだよね、あんまり。なんか制圧するモンスターみたいなやついないし、ヒーローってね。なんかその相手の、まあ、ダークローぐらいですかね、マスクとヒーローダークローとか。まあ一応なんだっけ、アブソル出しとくとかはあるかもしれないけど、まあ、アブソルトもねマスクチェンジとかできればまた妨害にはなるんだけど、なんか相手の効果を無効にしたいとかあんましないんで、適当にこうしよっか。でエレメンタルヒーローブレイブネオスを融合召喚。なんか召喚ムービーやるんですよねこいつ、なぜか知んないですけど。でフェイバリットヒーローを装備しておくぜ。フェイバリットヒーローでブレイブネオスの打点が上がるかもしれない。でこれでまあターン終了です。はい、先行はそんなにやることはありません、このデッキ。さあ一体相手は何デッキなんでしょうか。あのねブレイブネオス君結構ね、あ出たブラックウィザード、インチキ効果集団じゃん。なんかどうやら噂によるとクローホーガンっていうね、なんか次の世代のねキャラクターが使ってるらしいですよ、どうやら。まあ、とりあえず一回ネオスペーシアン増殖する銃を投げて、でこれでなんとかしたいネオスペーシアン増殖する銃を投げて、でこれで一応相手が展開するんだったらワンキルされなければだけど、ワンキルされなければちょっと増殖する G を通してなんとか頑張りたいといったところ。それがそのブリーズの効果によって特殊化していく。まあ、こっからは多分 BF 相当長いと思うんで、展開をアウステルマジでやばいな。あのねフルアーマードウィングとねアウステルがマジでやばくて、まだ新規来てないですけどマスターの方はもう十分やばいんですよね。インチキ効果もいい加減にしろ、ふざけんなで展開力えぐ展開力えぐ。ちょっと待って、僕のネオス君これパクる気ですか。ああやめろー、そんなことをしない。うわうわあ、ネオスペースエクステーション売ってんじゃん、やった。これワンチャン耐えれんじゃねこれ。あ、耐えれそう。まずネオスペーシアンじゃない、エレメンタルヒーローネオスを特殊召喚、さらにグランモールを特殊召喚、さらにアクアドルフィンを特殊召喚。オッケー、壁が3枚生成できた、強い。ほいで、ほい、ワンチャンあるぞ、ワンチャンある、これワンチャンある、これワンチャンある。これ耐えれんじゃねこれ。まあ、これ投げる必要なくて、ちょっと待って、インチキ効果集団にワンチャン耐える可能性が出てきた。で、アクアドルフィンと、グランモールは発動するんだっけ、これ。あれこれ効果無効だっけ、これ。あ、効果無効か。
効果無効だか意味ないか。でこれでフルアーマードの効果によってカウンターが置かれて、いやこれワン耐えるぞ、ワン耐えるぞ、言うてあと2体の攻撃しか持ってない、大丈夫だ、7200は突破できない。なんか知んないけどネオスプレスエクステーション最強だ、いける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 ぞ、諦めるな。あとライフポイントは1400、あ危なかった、非常に危なかった、残りライフは1400。さあライフが残ったらまだ俺は返せるぞ。まあフルアーマードウィングが突破できるかどうか知らないかな、あいつは何の効果も受けないから打点で抜くしかねえ。さあフルアーマードウィングの効果によってネオスが走るのかいいだろう。さあ俺のドローフェイス融合めっちゃいらない、どうしよう、どうしよっかなこれどうしたらいいんだろうな。まあでもなんかいっぱい展開して殴るしかないですよね。フルアーマードはもう何の効果も受けないからもう上から殴るしかないんですよあれは。一旦デュアルサモン打とう。デュアルサモンの効果によって召喚権が2回に増える。でまずネオスペースコネクターを召喚、ネオスペースコネクターの効果を発動、ネオスペースコネクターの効果によってグランモールを特殊召喚、そしてネオスペースコネクターの効果を発動、ネオスペースコネクターの効果により自身をリリースし自分の墓地よりネオスまたはネオスペーシアンを特殊召喚できる。エレメンタルヒーロー誰とでもネオスを特殊召喚。俺はヨハンから譲り受けたこの最強のモンスターとネオスで融合召喚、あらあらレインボーネオス、これが最強のネオス融合体だぜ。そしてレインボーネオスの効果を発動、レインボーネオスの効果によってフィールドのモンスター1体を墓地に送ることにより相手のフィールドのモンスターを全てデッキに戻すことができる。帰れーとうまあフルアーマードウィングは何の効果も受けないんですけどね。さあこっからあとは横に並べて殴るだけ。エレメンタルヒーローエアーマンを召喚、効果発動、エアーマンの効果によりヒーローモンスター1体を手札に加えることができるぜ。これでリキッドマンとかいう令和のヒーローを手札に加えていく。そして、フルアーマードの方によってか、カウンターが置かれる。そして手札よりマジックカード融合を発動、融合の効果によって俺はヒーローモンスターの魂を、墓地の送り現れろ、エレメンタルヒーローサンライザー、うおー。そしてサンライザーの効果、チェーン認証できない、リキッドマンの効果をチェーン1、そしてサンライザーの効果をチェーン2で発動、サンライザーの効果によりミラクルフュージョンを持ってくるに加え、さらにリキッドマンの効果によって融合層になった場合カードを2枚ドローして1枚捨てるという効果、サンライザーの効果でミラクルフュージョンを持ってくるに加える、そしてカードを2枚ドローしていく、まあそれはいい。さあリキッドマンの効果で2枚ドローして、まあ1枚いらないね、今ミラクルコンタクト来たね、ミラクルコンタクト強いね、これはねミラコンはワンチャン活躍するよ。ミラクルコンタクトを発動、ミラクルコンタクトの効果によって自分の墓地のネオスペーシアンマット ネオスを墓地に送って、あ墓地の口で、まあ、デッキに戻して融合召喚するぜ。ここはキモイルカかここはキモイルカでいい、キモイルカとネオスを、デッキに戻して融合召喚、現れよエレメンタルヒーローアクアネオス、さらにアクアネオスの効果を発動、アクアネオスの効果は手札を一枚墓地に送ると相手の手札をランダムに1枚破壊することができる。これで一番いらねえのコンバートコンタクトだな、コンバートコンタクトはいらねえ。そして相手の手札を破壊、うおー、はい、まあ、でカウンターが乗る、いいでしょう。もうこのターンで決めないと厳しいですよ。はい、レインボーネオスがパクられる可能性があるんでね。そしてミラクルフュージョンの効果を発動、ミラクルフュージョンの効果により墓地で存在するエレメンタルヒーロー2体の魂をゲームから除かし、現れろエレメンタルヒーローアブソルートゼロ。こいつは属性が水だから2900のままで止まる。よし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 。で、待てろ、スカイスクレイパーを発動、ヒーローにはヒーローの戦う舞台があるんだぜ。そしてフェイバリットヒーローを発動、フェイバリットヒーローの効果によりエレメンタルヒーローアブソルートゼロの攻撃力をアップさせるぜ。もうそもそもでけえからこっちはどんどんいいな。これで5400いけるよし、これ全員でぶん殴ったら7400突破できないから、これ行くしかねえ、行くぜバトルフェイザー。まずは攻撃力が低い方から殴っていくぜ。2900、攻撃力が低いヒーローが、攻撃力の高い、モンスターに攻撃宣言時マテルのスカイスクレーパーの効果によって、攻撃力を1000ポイントアップすることができる。うわー900の大ダメージ。そして、同じ効果
900の大ダメージ。うおー、さらにレインボーネオスでアタック。うおー、ここであといくつ1900か入って3いけんじゃね自分ダメしていいすか。ダメージステップオネスティーネオス。うおー、とりゃーやったよっしゃー、ヒーロー最強、デュエル最高、ガチャ楽しいデュエルだったぜ。あんまりこのデッキ先行を渡されてもやることないんですよね。ぶっちゃけヒーローってなんか基本的にはその高校からなんかぶん殴っていくテーマなんで、まあ、とりあえずヒーローローを発動。4000ライフ払ってうららが打たれるカード、4000ライフとうららを交換するカードそして、ヤーマンの効果、ヒーローモンスター1体を手札に加えることができる、これによって、エレメンタルヒーローストリットマンを手札に加えていく。ストリットマンはね、融合したいなったら結構強いことが起きるんで、はい、で増援の効果を発動。増援の効果によって融合がないのでエレメンタルヒーローブレイズマンを手札に加えていく。そして、エレメンタルヒーローソリッドマンを召喚。ソリッドマンの効果発動。ソリッドマンは召喚に成功した場合、手札からエレメンタルヒーローモンスター一体を特殊召喚できる。これによってエレメンタルヒーローブレイズマンを特殊召喚、ブレイズマンの効果発動、融合を手札に加えていく。まあバイオンでいいんですけどね、ぶっちゃけここバイオンでいいんですけど、あの普通 であればやっぱその10代はバイオン使わないんで絶対に。そして、融合の効果を発動し、できればソリッドマンを巻き込んだ方がいいですね。でソリッドマンとリキッドマンで融合召喚現れよ、アブソルトゼロ。そしてアブソルトゼロの、融合召喚成功時にリキッドマンとソリッドマンの効果が発動するぜ。リキッドマンの効果は2枚ドローして1枚捨てるという効果。そしてソリッドマンは、自分の墓地のヒーローモンスター一体を特殊召喚するという効果。ちょっとねサンライザー出しに行ってからでもまあ結構強いんですけど、やっぱリキッドマンの2枚ドロー1枚捨てる効果が結構強くて、これでアドバンテージを稼ぎに行くスタイルの方が俺は好き。あーフェイバルトヒーロー来た、まあ、ワンチャンあるね。これはなかなかいいんじゃないか。そしてまずワンダードライバーという令和のヒーロー出して、エクストラヒーロー、そんなモンスターを知らんみたいな感じだけどねそんなモンスターを知らんみたいな感じだけど、エレメンタルヒーロー、エアーマンと、ここは何でもいいか、ブレイズマンの魂を墓地のクリー現れよ、エクストラヒーローワンダードライバー誰やねー。そしてミラクルフュージョンの効果を発動。ミラクルフュージョンの効果により自分の墓地に備えするヒーローを2枚除外するぜ。これによって、ブレイズマンを、巻き込んでサンライザーを融合召喚。そしてエクストラヒーローワンダードライバーのリンク先にモンスターが特殊召喚された場合、ワンダードライバーの効果によりミラクルフュージョンか融合をセットすることができる。これによってミラクルフュージョンをセットし直す。これで次のターンの攻め手を確保。そしてフェイバリットヒーローのを装備、フェイバリットヒーローをサンライザーに装備。そしてマテンロスカイスクレーパーを発動。これでサンライザーは対象に取れず、なんかサンライザー以外のモンスターに攻撃すると何かを破壊する効果を起動できるぜ。まあ先行展開やることないですけど、まあ、大体こんな感じの展開しときはまあまあまあみたいな感じですね。さあ強欲で金満夏棒、なるほど、強欲で金満夏棒の効果によってカードを、6枚除外して2枚ドロー。なるほど、いいだろう。何デッキなのかな君は。割と硬いと思いますけどね、まあ、そこそこ。この盤面イニシエの呪文やばい、マリクイシタールじゃんちょっと1個前のあのラスボスやったわ。1個前のラスボス来た。さあラスボス VS 次世代の主人公対決、熱い対決じゃないか。インシエの呪文の効果によってラーの抑止っていうのなんか召喚権増えるみたいな効果でしたっけ。違うわ、あれか、攻守リリースしたモンスター、逃げろワンダードライバー逃げろ、ラスボス強ない、